カッター、閉めても携帯、開けてもガラケー、開けてもガラケー。小岩のお客さんのおかげで存続してやってられるわけだから、小岩はいつも貫きたい。なるほど。皆さんこんにちは、小出寺特派員の澤です。今日はとある場所にすごいアートのお店があると聞いて、こちらの昭和通り商店街にやってきました。すごいアートって一体どんなものなんでしょうか。気になりますね。それでは行ってきます。はい、わたでんさんに到着したんですけれども、すごいアートってあれですかね。もう私シャッターって聞いたので、あれはちょっと違うような気がするんですけど、どうなんでしょう。ちょっと中に入ってご主人に伺ってみようと思います。すごっ。あるんだろう。なんかギネスとか載ってそうですね。伸びるやつ。私の母が、私が5歳くらいの時に使ってて、で記憶にあります。で、母が使わなくなってからもらって、そのもう電波が届かない携帯なんですけど、すごい嬉しかったなっていう思い出がありますね。え？こっちにもある。すごい。これとかなんかもう教科書で見たことある、なんかなんていうんですか、ショルダー式の電話みたいな。しかもこれ写真だし、すごいな。なんかもはや携帯博物館とかそういう位置に達してる気がします。ガラケーアートって言っていいんですかね。これどうして始められたんですか。うち携帯電話一生懸命売ってたから、この時分。じゃあもともとこの売り物というかサンプル、それでサンプルと、それからこういう実機って本物のやつを。本当は実機だけで全部やりたかったんですけど、はい、途中からほらプライバシーの問題とかいろいろ出てきたんで、はい、で実機と混ぜてるんで、モックだけだと馬鹿にされちゃうの。なんなんモックって日本だけじゃない。なんか本物も入れておくとパワーが違うん。確かになんかおおってなりますよね。それで、携帯を売りながらこういうのをずっと貼っていくわけ。いや、宣伝みたいな感じ。そうです、そうです。それと、これだけ貼ってあるんだから携帯に詳しいだろうとか、どう使うのか、すぐ買いたいとか、携帯ですごいよって話題になるじゃん。じゃあ趣味とかではなく、もともとはそういう宣伝みたいな感じ。そう、で、人を寄せるには、数が必要な、はい、数が必要って何って、マグネットの。っていうの徐々にこうやってって、はい、で、僕たちはほら、一つ一つのものを売るのに商人だから、すごいこだわり持ってるから、いらないものを捨てるのがすごく嫌なわけ。それが一つのコレクションみたいになってくる。なるほど。じゃあ型が変わって、もう販売しなくなったものを、邪魔だから捨てなさいっていう人もいればこっちに。ただ全般としてはもうアートとして見たときに、おお面白いなって、こういうのは世界に一つしかないねっていう。確かに見たことないです、ナンバーワンよりオンリーワン。なんかの歌。わかりやすいよね。わかりやすいですね。で、僕たちは単品を大量に売る技術っていうのを身につけてるから、どうしたらこういうものを大量に売るにはどうしたらいいかってことを考えるわけ。なるほど。それはもう電球だとか電池だとかカセットテープとか種類を豊富に置いて、それで安いものを置いてお客さん呼んでカセット売っていくこと。で、カセットテープを買ったお客さんはラジカセ使ってるだろう、テープデッキ使ってるだろう、それからウォークマン使ってるだろうって言って、そういうところからそういうものが売れるわけじゃん。これ全部で何台くらいあるんですか。実際に全部一個一個当たってないんですけど、はい、一応交渉では7000本って言ってる。7000本すごい。大体の人は数えてくださいって、数えないと書いちゃう。だって僕なんでいいですか。お前数えろって話です。
これあのガラケー、まあ、今結構ガラケーは結構だんだん少なくなってますけど、スマホを飾るっていうのはあんまり、僕はあんまり面白くないじゃん。ああ、まあ確かに。形か。形が。ただあれだけだもん。ああ、そうですね。やっぱりそれだったら、あの携帯に特化してやった方が勝てるんだと。なるほど。この辺の絵は、この辺を撮ったのが入ってる。あ、でもこれはもう後からつけた。そう、それは2ヶ月ぐらいかって僕は全部貼ってつけた。え、お一人でやったんですか。すごい。私が一人でいる。携帯愛を感じますね。やっぱり やらなくちゃね、ここまでね。うん、すごい、ね。なんとなく面白い店でしょ。で、印象も残るし。なんとなくというか、かなりだいぶ。いや、多分一度通ったら忘れないですよね。だからあそこの看板に、はい、うん、たかが携帯されど携帯、あ、たかが携帯されど、あ、本当だ、たかが小岩されど小岩って、小岩となってマツコさんが言ってるように小岩ってとんでもないとこだと思ってるけど、たかが小岩だけどされど小岩だよと。確かに。それで綿田に対してもたかが綿田されど綿田っていうふうにちゃんと貼ってるわけ。ちゃんとちょっとかけてるんですね、うん、面白い。あ、小岩といえばという感じで、まあ綿田さんのこれもなってます。そう、小岩のお客さんのおかげでその時してやってられるわけだから、小岩はいつも貫きたい。なるほど。特にあの小岩っていうのは若い人の町でもないもあるけれども、戦後一生懸命かけて住んでる人たちいっぱいいるわけだから。そうですよ。おじいさんおばあさんから親子三代小岩だって人もいるんだから。そうですよ。で、今あのマンションが建って、そうですね、新開発で、ね、そうね、かなり変わってくるわけだから、やっぱりこういうのを残したいなと。こういうあの人ってこんな人もバカな人もいるなと思って話題になるじゃん。はい、すごいアートっていうのがこちらのガラケーアートだったんですけれども、最初見た時に趣味かなと思ったんですけど、お話を聞いて、こう携帯を売ってるっていう宣伝だったりとか、その携帯に対する愛っていうのが詰まってるっていうのを知って、なんかすごい温かい気持ちになりました。小岩に対する小岩愛っていうのも聞いたんですけど、私も小寺特派員として小岩の魅力を広めるという活動を今しているので、こういう小岩愛のお話を聞けて今日は本当に良かったなと思いました。